よ、朝日ひなたです。たったらー、見て、ウルトラマンデッカーのソフビ買っちゃいました。見て、カードついてんの。これね、初回特典版だからね、まだこれがついてる商品があるところは早めに買っといた方がいいかもしれない。欲しい人はね、早く手に入れといた方がいいかもしれないよ。もしかしたらね、転売屋とかもいるかもしれないからね。ということで、紹介していこう。そういえばね、オープニング一時的にさ、普段っていうか最近使い始めたデフォルトのやつが使えなくなったから、代理としてなんかおとなしバージョンの使ってるけど、気にしないでね。はい、でこちらですね、デッカぐるりと回るとこんな感じですね。胸のあたりがこんな感じだね。このカラータイマーの場所にあるとこってさ、ウルトラマンナイス以来じゃないかな。いつもみんな真ん中とかおでことかについてると思うでしょ。あれね、似たような期間も総称してカラータイマーとしてここでは使いますけど、カラータイマーここについてるのナイスさん以来じゃないかな。あ、実は僕ね、ウルトラマンナイスと同い年なんですよ。すごいでしょ。しかも放送日も割と近いっていうね、誕生日と。で、豆知識は置いといて、かっこいいよね。で、後ろがこんな感じ。後ろはほとんど塗装されてなくて、ここの銀色のとこと手首のあたりでね、ここは意外と成型色で、こことここが塗装って感じかな。かっこよくない？デッカーさんね、さすがニュージェネレーションダイナだね。かっこいいね。次はカード見ていこうか。僕ね、ディープフラッシャーまだ持ってないから、それについてるカードとまだ比較はできないんだけど、こんな感じだね。で、後ろがこんな感じ。かっこよくない？かっこよくいい。かっこいいよね。早く、ね、ディープフラッシャーに読み込ませたいな。これね、フュージョンファイトにも使えるんだよ。すごくない？すごいよね。そう。ディープフラッシャーにも使えるし、カードゲームにも使えるし、すごいカードです。で、これがタグだね。86番。なんかね、わかんない。はい。まあ、以上です。まあね、みんなもね、ウルトラマンレッカーのソフビかっこいいから買ってみた方がいいと思うよ。うん、特にこのカードがついてるやつが欲しい人は早めに買っといた方がいいかもしれないってことで、もし動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくです。ということで、チャオ、バイバイ。